山梨県では各都市計画区域の基本方針となる都市計画区域マスタープランの改定を進めており、計画内容を県民の皆様にお知らせするため、県ホームページに当資料を掲載するとともに、11月12日から原案の縦覧を行っています。ここでは、鶴都市計画区域のマスタープランと県全域を対象とした 山梨県都市計画マスタープランの内容について説明します。最初に、1つ目の都市計画区域マスタープランの位置づけについて、都市計画制度と合わせて概要を説明します。次に、2つ目の目指すべき将来の都市像、目指すべき県土構造について、山梨県都市計画マスタープランにより説明します。 最後に3つ目、鶴都市計画区域マスタープランの概要と今後のスケジュールについて改定概要。最後に今後のスケジュールを説明します。それでは1つ目の都市計画区域マスタープランの位置づけについて説明します。都市計画とは区域区分や用途地域などの土地利用。 道路や公園などの都市施設、土地区画整理事業などの市街地開発事業により構成されており、都市の健全な発展と秩序のある整備を図るための計画です。都市計画は住民にわかりやすい形で都市の将来像を明確にし、その実現への大きな道筋を明らかにしておくことが極めて重要であり、これが 都市計画マスタープランに求められる役割です。マスタープランには、山梨県が広域的な観点から都市計画区域を対象として定める都市計画区域マスタープランと、市町村がより地域に密着した県地から各市町村の区域を対象として定める市町村マスタープランがあります。都市計画道路などの個々の都市計画は、 マスタープランに即した形で決定、実施されることとなります。都市計画区域マスタープランは、図にある12の都市計画区域を対象とし、策定しています。都市計画区域の詳細は、県ホームページをご覧ください。都市計画区域マスタープランは、 一市町村を超える広域的な観点から、都市計画の目標や区域区分、主要な都市計画の決定の方針、保全すべき緑地の配置、大規模集客施設の立地など、広域的、根幹的な都市計画に関する事項を定めます。本県では、平成16年に都市計画区域マスタープランを策定しましたが、 都市の拡散や都市政策課題の広域化などを背景に、より広域な観点から、県全域を対象とした都市計画の方針を明確に示すことも必要となりました。このため、都市計画区域外を含む県全域を対象とした山梨県都市計画マスタープランを平成22年3月に策定しました。また、これに即して平成23年3月に、 都市計画区域マスタープランを改定していますその後、計画期間である10年が経過し、この間、人口減少、超高齢化社会の進展や、厳しい財政的制約、頻発、激甚化する自然災害の発生など、社会経済情勢が変化していることや、2027年にリニア中央新幹線が開業予定となっており、 中間駅が設置され、本県は大きな転換点を迎えることから、山梨県都市計画マスタープランを改定し、時代の変化に対応した新たな都市計画の基本方針を明らかにすることとし、令和2年10月に改定しました。なお、各都市計画区域マスタープランも今後、山梨県都市計画マスタープランに即して改定します。 なお、これらの都市計画のマスタープランは、国の計画や山梨県総合計画などの上位計画に即して定めています。ここからは、目指すべき将来の都市像について、山梨県都市計画マスタープランにより説明します。最初に、都市づくりの基本理念について説明します。 本県では今後、急速な人口減少や高齢化が見込まれます。拡散した市街地のままで人口が減少し、居住が低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療や福祉、商業などの日常に必要な生活サービスの提供が将来困難になりかねない状況になります。また、社会資本の老朽化が急速に進展しており、 厳しいい財政制約のので老朽化への対応も併せてて求められていますこのような中で、高齢者でも出歩きやすく、健康・快適な生活を確保すること、子育て世代などの若年層にも魅力的な街にすること、財政面・経済面で持続可能な都市経営、都市づくりを進めることなどが重要となっています。 このことから山梨県都市計画マスタープランの基本理念を都市機能の集約と連携による持続可能な都市づくりとしています。都市生活の中心となる拠点には商業、医療、文化、行政機能などの都市機能が集約し同時に拠点間で都市機能の分担と連携を図ることにより必要なサービスが近くの拠点になくても そのの周りの拠点でで必要なサービスを受けることができます。また、鉄道やバスなどの公共交通の利便性の向上を図り、誰もが必要なサービスを受けられる都市構造の実現を目指し、都市づくりを進めます。基本理念のもと、山梨の都市づくりを実現するための基本方針を定めました。基本方針一は、 都市機能を集約した活力に満ちた都市づくりです都市機能を拠点などに集約し市街地の拡大を抑制するとともに拠点などをつなぐ鉄道やバスなどの公共交通の利便性の向上を図り誰もが生活に必要なサービスを享受できる都市構造の実現を目指しますまたリニア中央新幹線や中部横断自動車道を活かした 産業などの立地環境の整備を進めます。都市計画区域外においても、豊かな自然や景観の保全を図るため、都市計画制度の適用を検討します。基本方針2は、美しく魅力あふれる都市づくりです。地域固有の自然や歴史、文化などを生かした街並み、公園の整備など、 県民ををはじめ観光客にとって魅力のある都市づくりを推進しま,すまた、果樹地帯などの本県固有の山梨らしさが感じられる自然景観を保全するとともに、拠点などでは都市の顔となる景観の整備を推進します。基本方針3は、安全で安心して暮らせる都市づくりです。近年 頻発激甚化する自然災害や防災に関する法改正を踏まえ、今後も災害リスクの高いエリアの市街化の抑制や広域防災などの総合的な防災・減災対策を進め、より災害に強い都市づくりを目指します。また、都市施設のバリアフリーやユニバーサルデザインの推進により、誰もが利用しやすい都市づくりを推進します。 基本方針4は、環境と共生する都市づくりです。都市機能の集約化や公共交通、自転車の利用促進、自然環境と調和した土地利用により、環境と共生した都市づくりを目指します。都市に現存する緑地などの自然的環境を保全し、環境と共生した都市づくりを推進します。基本方針5は、 リニア中央新幹線を生かした都市づくりです。駅前広場の整備や民間処方の誘致などを検討するとともに、県内各地を結ぶ道路や広域バス路線の整備により、リニアを生かした都市づくりを推進します。基本方針6は、多様な主体の参加と共同による都市づくりです。県民や NPO、 事業者・市町村など、多様な主体との連携・協働を促進し、より質の高い都市づくりを推進します。基本方針7は、PDCA による都市づくりです。マスタープランは、マネジメントサイクルによる分析や評価、適切な見直しを行うことにより、実効性のある都市づくりを推進します。 以上の7つのつ基,基本方針を実現するため目指すべき県土構造として6つの項目を定めました1つ目は拠点の設定です都市機能の集積や公共交通などによるアクセス性都市基盤のストックなどを考慮して広域拠点 地域拠点などの拠点を設定しました。詳しくは後ほど説明します。二つ目は、リニア駅周辺を本県の新たなゲートウェイとして、交通結節機能を中心とした機能を整備する広域交流拠点に位置づけました。三つ目は、中部横断自動車道などの整備による経済活動の活性化を契機として、 本県の経済を牽引する製造業などを誘導・集積する拠点を新たに設定しました。四つ目は、拠点間や県外と結ぶ道路、鉄道などを軸として位置づけました。五つ目は、本県の地形や土地利用の特性から、地域の持続性や自立性の向上を図るため、都市環境と自然環境が調和し、 地域活力を高め、維持できる土地利用の区分を設定しました。6つ目は、本県の地形条件や日常生活圏域などから、県土を中西部南部と富士東部の2つの広域圏域に区分し、それぞれの圏域における都市づくりの基本理念や方向性を定めました。拠点は、 県民生活の核となる場所として、都市機能が集積する場所、公共交通などにより到達可能な場所、既存の都市基盤ストックが活用できる場所を条件として設定しています。広域拠点は、利用権益が複数の市町村にまたがるような拠点として、国際化、情報化の進展に対応した中枢業務機能、工事の医療、 多様なニーズに対応した教育、文化、国際交流、商業などの都市機能が集積した拠点として、甲府駅周辺、富士吉田市中心市街地周辺の2地区を設定しました。地域拠点は、行政、医療、教育、文化、商業などの多様な都市機能のうち、生活圏や経済活動の広がりに応じて、 複数の都市機能を有し、不足する機能は地域拠点間もしくは広域拠点との連携により、互いに保管し合う拠点として、準ずる地区も含めて18地区を設定しました。地区拠点候補地は、身近な生活に密着した活動を支える拠点として、公共公益施設、日用品を扱う商業施設などの日常サービスを提供する拠点として、 59地区を設定していますその他に、広域交流拠点としてリニア駅周辺をまた、産業拠点及び産業拠点候補地を24地区設定していますこちらは、拠点の機能と階層のイメージです拠点同士が公共交通などで連携しつつ 広域的な都市機能などについて、必要に応じて役割分担を行いながら、本県の活力や県民の利便性を確保していくこととしています。こちらが各拠点の位置です。広域拠点、地域拠点、既存都市機能立地地区については、平成22年3月に策定した県マスを踏襲することとしています。また 新たな拠点として、リニア駅周辺を広域交流拠点に設定しています。次に、目指すべき土地利用の方針です。本県の市街地は、盆地や河川沿い、山麓といった、比較的勾配の緩やかな場所に形成され、その市街地を取り巻くように農地が広がっており、さらにその農地や市街地の周りを、 人々が身近に自然を感じられる里山や林業を支えている森林、富士山や八ヶ岳、南アルプスといった国立国定公園に指定されるような豊かな自然や急峻な山々が取り囲んでいます。このような本県の土地利用特性を踏まえ、市街地、農業共生地域、森林共生地域の3つに区分し、 イメージ図にあるように拠点から郊外さらには周辺の山地に向かい多様な土地利用が相互に調和しながら連なる土地利用を目指すこととしていますここからは鶴都市計画区域マスタープランの改定概要について説明します都市計画区域マスタープランは正式名称を 都市計画区域の整備・開発及び保全の方針といい、都市計画区域を対象とした都市づくりの方向性を示すものです。鶴都市計画区域は、鶴市の一部に指定されており、同市単独のマスタープランになっています。鶴都市計画区域は、鶴市の一部、面積は約、 5291ヘクタールの区域です区域の現状ですが本都市計画区域は三峠山や二十六山など個性ある山々に囲まれ桂川が中央部を北東に流れる水と緑の豊かな地域です鶴市は山村藩の城下町として栄え現在も行政機能を中心とした都市機能の集積や数多くの 歴史的・文化的な資源が残されており、富士東部広域圏域の行政・文化の中心を担っています。地形的な要因から、本都市計画区域の果樹地は少なく、まとまった市街地が桂川の河岸断球場に、北東から南西にかけて細長く形成されており、この細長い市街地の中に、各種の都市機能と、 歴史・文化資源が集積しています。近年、人口減少が進んでおり、すでに超高齢社会を迎えています。次に、特徴的な課題についてですが、本区域は、大菩薩同志三系の山々や桂川などの河川、山梨県立リニア見学センターなど、 地域固有の豊かな資源を有しており今後とも広域圏域の魅力の維持・向上のために豊かな自然環境や歴史・文化・観光資源と調和した地域づくりを進めることが必要ですまた富士山火山噴火や南海トラフ地震の発生が懸念されており都市と山林が近接する地域での土砂災害なども含め大規模災害に備えた 避難、救援ルートの確保など、対策の強化が必要です。目標年次は、策定年度である2020年度、令和2年度から、おおむね20年後の都市の姿を展望しつつ、10年後の2030年、令和12年を目標として、都市計画の基本的方向を定めます。鶴都市計画区域の基本理念は、学術、 歴史・文化が息づく知的風土の形成された風格のある都市としています都市づくりの前提となる10年後の人口・産業規模を将来推計をもとに設定しています人口は今後、すべての都市計画区域で減少します鶴都市計画区域内の人口は現在の約2万9千人から 約2万3千人への減少が予想されます一方、工場出荷額は増加に転じることが予測されています市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分の有無いわゆる線引きについては鶴都市計画区域は人口減少の進行が予測され 急激かつ無秩序な市街化は進まないと予測されます。区域区分以外の都市計画制度や農業振興地域の整備に関する法律、森林法などに基づく各種制度との連携により、初期の目的は達成できるものと判断されることから、区域区分を定めないものとします。土地利用の方針については、まず拠点ごとに集約すべき機能や 拠点内の土地利用のあり方を示しています鶴市・矢村地区の地域拠点は行政・医療・教育・文化・商業などの多様な都市機能のうち複数の都市機能が集約可能な比較的高密度な土地利用を図りますこちらは鶴市・矢村地区の拠点の方針エリアです 地区拠点は日常生活に密着したサービスを提供する都市機能を誘導するなど、身近な生活に密着した活動を支える場として、持続可能な拠点の形成を図ります。なお、具体的な位置づけは市が行います。拠点周辺地域は、必要に応じて立地適正化計画、特定用途制限地域や地区計画制度などを活用することにより、 都市機能の拡散を抑制する総合的な土地利用を図るとともに無秩序な開発を防止する土地利用を図ります住宅系市街地は市街地の規模の拡大は極力避けるとともに地域の特性や地域の目指すまちづくりのニーズに応じた良好な居住環境を確保するよう目指すべき市街地像をもって土地利用を図ります 工業系市街地は、本県で特に誘致を重視している、機械電子産業と健康関連産業を中心に、山梨未来ものづくり推進計画に基づき誘導します。また、物流施設は、山梨未来物流等推進計画に基づき誘導します。工場用地は、産業拠点及び産業拠点候補地を踏まえることとし、住宅地、農地、 商業地などと混在しない適切な土地利用を図ります。広域的に都市構造に影響を及ぼす大規模集客施設の立地については、拠点エリア内へ誘導するものとし、拠点エリア外において新たに大規模集客施設の立地を可能とする都市計画の決定・変更は行わないことを基本とします。防災に関しては、 土砂災害の恐れのある区域や、洪水時に深刻な浸水被害の恐れのある区域など、災害の発生が予想される区域は、極力新たな市街地に含めないなど、防災に関する各種施策との整合した土地利用を図ります。定味利用地は、空き家の有効活用や広場、緑地への転換なども視野に入れ、 都市再生特別措置法改正に伴い創設された諸制度などを活用した都市のスポンジ化対策を総合的に検討していきます。景観に関しては地域の顔となる拠点などにおいて風格と賑わいのある市街地景観を形成するとともに歴史・文化的資源を生かした景観づくりや水と緑に調和した景観づくりなど 地区の個性ををを一層引き出すす。ような景観を重視しした町づくりを推進します交通施設については、地域の連携を強化するとともに、円滑な交通処理を図るため、国道139号バイパスなどの骨格となる道路の整備を促進するとともに、これを補完し、周辺地域や集落を結ぶ県道、 高畑山村停車場線などの道路整備を進めます。また、鉄道、バスなどの公共交通の再生と利便性向上を図ります。さらに、災害時の避難路の確保など、災害に強い都市のための道路の整備を進めます。その他、人に優しく美しい交通環境の整備や、 長期未整備の都市計画道路の見直しを進めます。下水道は、費用対効果の低下や維持管理コストなどを考慮して、下水道事業以外の手法により、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るような都市計画下水道の変更についても必要に応じて検討していきます。河川は、 河川改修とともに、流域内での雨水の流出を抑制する貯留浸透対策などを進め、治水安全度の向上を目指します。合わせて、雨量水位情報などの収集や提供などのソフト面の対策についても充実させ、人的被害の軽減を図ります。市街地開発事業は、用途地域の指定のない区域で行われる、 新たな市街地の形成を目的とするものは、拠点エリア内を除き、原則として行わないこととします。ただし、工業系の産業立地に係るものについては、規制市街地以外においても実施できるものとします。自然的環境については、本県の雄大な山々や森林、清らかな河川などの恵まれた自然を保全していきます。 また森林や農地は保水機能などにより災害防止の機能を有しており都市の安全を支える場ともなっていることから引き続き持続的な管理・保全を進めます。大規模な公園においては地震などの自然災害が発生した際の活動拠点としての機能を図っていくとともに老朽化施設の長寿命化・耐震化を進めていきます。 こちらが、鶴都市計画区域の将来都市構造図です。最後に、今後の手続きを説明します。現在、鶴都市計画区域マスタープランの原案の縦覧を行っているところです。今後、公聴会を開催した上で、案の広告、縦覧を行い、その結果を山梨県都市計画審議会に諮った上で、 都市計画決定を行う予定です。都市計画区域マスタープランに関するご意見・お問い合わせについては、山梨県県土整備部都市計画課計画担当までお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。